坂本です。今回は何歳になっても自分の足で動き続けることができる人の特徴と対処法を実践していきます。いつまでも自分の足で動き続けるために大切なことというのは確かにいろいろあります。そしてその中から自分でいろいろ選択して自分の足で動き続けるためにいろいろ頑張っている人もたくさんいると思います。ただそんなに頑張っている人でも結局動けなくなってしまう人、大したことしてないのにいつまでも動き続けられる人、やっぱりこういったところは分かれてしまうんですね。でそうなってしまうとこれはもう運でしかないのか、もちろん病気や事故なんかでそうなってしまうという部分、こういった運の部分というのもありますが、それ以外の部分で例えば純粋に体が弱ってしまってそれで動けなくなってしまうというのは、これは運ではなくて確実に今から話す部分が抜け落ちている人なんですね。逆を言えば今から言うことを守れればいつまでも動き続けることができるので、では早速動き続けられることができる人はどういったところが違うのかということですが、まず一つ目が下半身の関節がしっかりと動くことです。足を動かすために大切なのは筋力、それは間違いないんですが、体を動かすためには関節がしっかり動くということも筋力と同じぐらい大切になってくるんですね。特に自分の足で歩くために大切なのは股関節、膝関節、側関節というこの3つの関節がどれだけ動くかということは足にどれだけ筋力があるかと同じぐらい大切になります。ここが動かない人というのはどれだけ筋力があっても動けなくなっていきますし、逆に筋力があまりなくてもいつまでも動き続けられる人というのはほぼ間違いなくこの3つの関節がある程度は柔軟に動きます。なので筋力だけでなくこの関節をしっかり動かすということをですね、ここがしっかりできているかということを今日から意識していってください。そして次2つ目が筋肉が柔らかいということです。筋肉が大きくて筋力があるとその分力も出るんですが、その筋肉が持っている力を 100% 発揮できるかどうかはまた別問題になってしまうんですね。例えば筋肉を鍛えて100キロのものを持てるようになったとしても、じゃあこれから先ずっと100キロ持ち続けられるのかというと、そうというわけではなくてですね、その筋肉が持っている力を 100% 発揮できるかどうかは筋肉の大きさではなくて筋肉の柔軟性にかかっているからなんですね。なんで筋肉が固まっている人はどれだけ筋肉が大きくても筋肉が動かないのであまり力が出せずに生活することになってしまい、結果この世の中には筋力はそこそこあるけど力はあまり出ないという人が結構いて、ほとんどのケースで歩けなくなる人というのはこの筋力がなくなって歩けなくなるというよりは、むしろ筋肉の柔軟性がなくなって硬くなりすぎて動かなくなることで力が出なくて動けなくなっている、これが多いです。こうなってしまうともうどれだけ鍛えても力が出るようにはならず動けなくなっていってしまうので、筋肉は常に柔らかく維持していくように心がけていきましょう。そして次3つ目が頑張りすぎる人です。これは体がどうこうというよりは考え方の話になってしまいますが、運動とか頑張ってやってもらうのは構わないんですが、これもイメージ的に運動むっちゃ頑張ってる人ほど体が強くて健康そうなイメージがありますけれども、実は全然そんなことなくて、適度に自分の体の状態に合わせて運動できている人であればいいんですが、やりすぎている人が結構いて、そういう人はやっぱり動けなくなってしまうんですね。この頑張りすぎる人というのは正直何もやっていない人よりも将来動けなくなる可能性は高く、その中でも特に注意しないといけないラインというのがあって、それはどこなのかというと、痛みや違和感を感じたらすぐに休むということです。頑張りすぎる人というのはここで絶対に休まないので、そのまま継続して体が転げ落ちるように悪くなっていきます。休むこともトレーニングだと言ってるようなスポーツ選手もいたりするんですけれども、本当にその通りで、筋肉を回復させる時間を作る、今日からそういう考え方を持って適度に頑張るように変えていってください。はい、ここまでで3つ、下半身が衰えずに動き続けることができる人の特徴をお伝えしてきました。ここを意識してもらいつつ、さらに関節や筋
肉の柔軟性を保つことができれば体はより万全になっていくので、ではここからは一生歩くためのトレーニングを実践していきましょう。はい、じゃあまず最初はですね、この状態から足を斜め後ろにですね、このように引いてください。この状態で手をくっつけてバンザイしてもらって、このように体を左右に振っていきます。これを30秒左右ですね。今からいきましょう。足は斜め後ろですね。で、手を上に上げてこのように上半身を振っていきます。呼吸は止めないようにしてやってくださいね。はい、OK です。はい、じゃあ次反対ですね。同じようにいきましょう。はい、OK です。じゃあ次はですね、手をこのように前に出してもらって、大きくですね、できるだけ手を後ろに伸ばしていきます。そして次は前ですね、前でクロスさせるように手を動かします。これをですね、このように交互に繰り返していきます。これを30秒2セットですね。では、今からいきましょう。この上半身の筋肉ですね、しっかり大きく伸び縮みさせて動かしてください。はい、OK です。はい、じゃあ次2セット目ですね。同じようにいきましょう。はい、じゃあ次はですね、上半身の力を抜いて肩の関節を大きく動かすようにして、このように腕を振っていきます。これを30秒2セットですね。今からいきましょう。上半身の力を抜いてしっかりこのように腕を振ってくださいね。はい、OK です。はい、じゃあ次2セット目ですね。同じようにいきましょう。です。はい、じゃあ次はですね、壁とかに手をついてもらって股関節を意識して足の力を抜いて大きく足を振っていきます。これを30秒左右ですね。今からいきましょう。はい、OK です。はい、じゃあ次、2セット目ですね。同じようにいきましょう。
はい、OK です。はい、では今回の動画を参考にしてこれからの健康な体づくりに役立てていってください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。